で、ここのところはガラスクロスでも、このポリクロスでも、はい、ここの幅切って、棒にさ、両方切って、で、曲げて折って、ちょっと試してください。はい。はい、だからこれこういう風に切って、はい、うん、で、これもこういう風に切って、はい、で、こういう風にやっちゃさ、まあダメだからさ、これここまで樹脂が。で、切れば樹脂がどれから入ってるか分かる。で、これ曲げて、で、これももう大体お刺しのように、はいはい、こんだけ柔らかいから、発泡スチロール塗ってるだけで、軽くてすごく強いのですで、ソーラーカーは鈴鹿でこれ走ってるだから衝突するんですよ。あのみんな、大丈夫ですよって切っちゃうの、はい、下切っちゃうの、あー、多分大丈夫です、はい、大きめの感じで大きめできる、大丈夫、はい、さあ、高橋の世界の時代待ってた、それから名称と高橋が待ってたの、2人の前から染み込むで、これをゆっくりで、これゆっくりで、あー折れた。これを使う。へー。で、折れない。そうですね。すごい。だから、これガラスクロス使ってるじゃないですか。いろんなクロス使うだけで、要はこの皮膜の厚みだけだから、あの本当の薄い軽量FRP がさできる可能性って工夫するでしょ、なんか嬉しいでしょ、すごいです。で、なんていうの、触っても傷つかないぐらい、はい、あれが出てますね、パラパラって、ね、はい、まあ、あの辺はまあ傷つかないでもいいです、パラパラ言ってますね、はい、あ、だから考え方は逆方向も塗ればまた全然違った水抜くようなすげえ強い。でこれわざとこっち側やってない、はい、冗談で言ってたけど、竹とかなんか染み込ませて竹皮みたいになったらまた違った映像になります。ガラス使うばっかりを。何でしたっけ？有名なあのセカンドバッグは何万円もする。リトンなんかのも台湾で作ってるんですけど、作り方はみんなこういう作り方、エポクシじゃなくて。ビトン の、 あの布にシリコンのコーティングしたり、あの一番のはアメリカの軍用のテント、ほらこういうテントなんかは染み込まないですよ、はい、だけど布にあの染み込んで、でこういう FRP にしてテント作ったり、ビトン の、 あのバッグ作ったり、だから骨材によってガラス使えばカチカチカーリングになるとか、はい、いろいろそうですね、うん、FRP っていうと、黒あのガラスを使うばっかりとか、カーボン、はい、CFRP にするとか、アラミドにするとか、そればっかりがないじゃん、いろんな材料ができるので、はい、で学生コンビナーがやってたのは、愛知工業大学、はい、まあ、和紙で FRP。そうなんですね。バス、それはもう3年ぐらい前か。エンジランスまでほら出場できないじゃないですか。はい、学生先生が変わったり、なんか愛知工業大学、シリーズ、はい、やってました。和紙、再利用って。で自分たちのはだって10キロあれ使ったじゃないですか、はい、買ったじゃないですか、はいはい、原作
さんでは10キロもいらない計算なんですけど、タオル以外にもちょっと使ってるところがありまして、もう余分に買ってしまえっていうことで、実際タオルもその、他の部品にも使ったら1缶